名護市辺野古沖の軟弱地盤の改良工事をめぐり工事計画を承認しない県に対し国が承認を迫った是正の指示が違法かどうか争われた裁判は来月最高裁で県の敗訴が確定する見通しです敗訴の見通しを受け玉城知事は今後の対応については明言を避けましたが

敗訴確定後の見通しについて行政法に詳しい成蹊大学の武田真一郎教授は玉城知事には今後2つの選択肢があると想定しています1つは最高裁判決を受け入れ設計変更を承認するつまり工事を認める道です ただこの案を選択するとこれまで辺野古移設阻止を掲げて選挙に当選してきた玉城知事にとって民意に大きく反したものになりますもう一つは不作為何もしないという道です改めて承認を迫る是正の指示が正当と認めた最高裁判決が確定しても玉城知事に工事を承認させる強制力まではないため何もしないという選択肢もあるそうです

大執行以外に方法がないかどうかまあ、大執行をしないと一時的にパリが損なわれるかどうかがそうになりますを大執行しなければ直ちに国民の生命財産に危険が生じるわけでもありませんで、県が大執行訴訟を受けて立つ意味はあるのではないかと私は考えています 想定されるシナリオは玉城知事から承認する権限を奪う大執行訴訟ですしかし大執行はそうしなければ著しく公益が損なわれるか直ちに国民の生命財産に危険が生じるかが問われハードルが高いといいますこの大執行ですが強権的に移る部分もありますよねまあ、県民感情を傷つける負の側面も大きいように感じます、はい 敗訴確定後に工事を自ら承認するか、大執行訴訟を戦うのか、玉城知事は今後数ヶ月で重要な局面を迎えます。